大変お待たせいたしました。今日も JR 東日本臨時の快速ヤマドレイループ号水上行きをご利用くださいまして誠にありがとうございます。この列車の編成のご案内をいたします。前から1号車、2号車、3号車の順です。一番後ろの車、6号車の6両編成で水上まで運転してまいります。トイレ、洗面所は1号車、3号車、6号車にございます。なお本日1号車のトイレにつきましては1箇所故障しております。小さい方、男性用のみ使えます。3号車、6号車のトイレをご利用くださいますようお願いをいたします。展望室は先頭の1号車と一番後ろの6号車にございます。1号車の展望室からは前方の景色、6号車の展望室からは後方の景色がご覧になります。なお1号車の展望室につきましてはトンネルの区間が走行するため安全上前方の景色ご覧いただけない場合があります。一部のスペースのみとなりますのでご了承ください。ミーティングルームにつきましては2号車後寄りにございます。フリースペースは3号車と5号車の前寄りに、キッズルームご利用のお客様は4号車前寄りにございます。なおキッズルームご利用のお客様に恐れ入りますが靴を脱いでご利用くださいますようお願いいたします。またご利用の際には周りのお客様と譲れお願いいたしますようお願いいたします。フリースペース内の飲食はお控えくださいますようお願いいたします。2号車前寄りには 山鳥号記念スタンプがございます。乗車の記念にどうぞご利用くださいますようお願いいたします。これより先止まる駅と到着時刻のご案内いたします。次の停車駅は土合に止まります。土合到着は14時32分、土合には2時32分です。土合駅では約20分ほど停車いたします。14時52分の発車でございます。郵便所には15時7分、郵便所には3時7分です。終点水上到着15時15分の到着でございます。水上には3時15分の到着です。本日は JR 東日本臨時の快速列車リゾート山鳥ループ号をご利用くださいまして誠にありがとうございます。次の停車駅は土合に停まります。次は土合です。